関係をご通行中の皆さん、こんばんは。我々はなんか誰から聞いたんですか。5月9日から福島の子供たちを基金を一覧させようという行為行動を文部科学省の前でしております。ご通行中の皆さん、今福島の子供たちは本当に放射線量の高いところに放置されて健康被害ももう出てます。現に小学生、中学生、女子の2人に1人は甲状腺に異常が出てます。これも福島では地球の海との因果関係で、福島第一原発事故との因果関係はないと言っておりますが、1995年の読売新聞を見ますと、チェルノブイリで甲状腺に異常が出た子どもたちの 90% くらいの癌になっているということが記事になっています。ですから今福島で甲状腺に異常が出ている子どもたちは、これから先甲状腺癌になっていく確率が高いと思います。ぜひそういうところに放置されている子どもたちを皆さん一緒に声を上げて、見て見ぬふりをしないで声を上げて避難させる、そういう行動についていっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。第25回文化省内講義、福島の子どもたちの避難させようと思って応募していただきました。ありがとうございます。次、スピーチされる方々が何かありますか。全部暗記したからね。本市は
放射能が人体あるいは環境に及ぼす影響を明らかにするためのフィールドとしての重要な意義を持つに至ったから、その解明のための努力をしなければならない。本氏がまとった放射能という負のイメージに果敢に挑戦し、これを払拭するために放射能の有効活用を図る、高度な被曝医療を住民に提供する南相馬市のホームページにはこう書いてあります。南相馬市はこれを新たな発想による第二次産業の創出、そういうふうに位置づけて、皆さん聞いてて恥ずかしくないですか？ああ私は言ってて恥ずかしいよ。何が恥ずかしいか。南相馬市も恥ずかしいけれども、人体実験と聞いて、私がソースを示してるのを聞いて、なおかつ無関心そうに装っているあんたらが恥ずかしいよ。そうだ、恥ずかしいの。いいですか。ネットにはいろいろな情報がある。だけれどこれは南相馬市のホームページだよ。誰かのブログじゃない。南相馬市は新たな発想による第二次産業の創出、つまり市を丸ごと人体実験場にして、医療機関を呼ぶ、医療関係者を呼ぶ、製薬会社を呼ぶ、そうやって雇用の創出を図りましょう。それを復興の柱にします。こんなバカなことがホームページに書いてあるんです。皆さん読んでみたいと思いませんか？いいですか。私たちに話しかけなくていいです。特に私はオカマだから、話しかけるのは恥ずかしいかもしれません。全然気にしなくて結構です。それから隣で歩いている人との関係でこっちに注意を受けたら恥ずかしいな、そう思ってるかもしれません。いいです、いいです。皆さん恥ずかしがって結構だから、一緒に歩いてるお友達と別れたらこっそり携帯でスマホでタブレット PC 検索してみてください。南相馬市人体実験メグちゃん、南相馬市人体実験メグちゃん。だけれどもこれでちゃんと私のスピーチと資料を見れます。いいですか。隣に歩いてる人と一緒に無関心そうに歩いていいから、別れた後こっそり検索しましょう。お家に帰ってご飯を食べた後、お風呂に入った後、歯を磨いて寝る前、いつでもいいですね。放射能の問題に関心を持ってると人に思われたくない、そういう人もいるかもしれません。お願いします。南相馬市人体実験めぐちゃん、よろしくお願いします。本当に皆さん、自分たちがこの国の主人だと思うんだろう。自分で見て、自分で読んで、自分の頭で考えてください。福島で起こっていることはここでも起こっています。ここ霞ヶ関虎ノ門の福島に比べて放射線量は低いとはいえ、放射性物質が舞い散って、これから飲みに行くんですか？その食べ物の中にも放射性物質は入っている。そして何より、皆さんの無関心です。皆さんの無関心は、官僚や政治家が好き勝手をする、そういう餌になります。だから、そうなんです。だから、福島で起きていることは、明日は我が身ではない。今は我が身です。それをよく分かってください。私たちと一緒に今からここに立ってスピーチしてくれとは言わない。だから検索してください。南相馬市人体実験。メンちゃん、よろしく。本当に考えて行動してください。お願いします。
コップウェイになった、それをね、こういうバトル本当に、この上に、まあ、これが、この、例えば医療この業績が、リスクの何か、貢献になるとか、そんな、すごいさんからね、作られたとか、ね、そんなこと言われても、本当に何言ってはるんやろうっていう感じなんですけど、まあ、そういうからですね、なんか、ちゃんと考えて、いろいろこう、まあ、ご協力をしてみますね。先ほど言われてましたけど、今回ですね、安心だと真っ赤な嘘をつき平然と放置しておく
まあ、モンジュルっていう言葉が出たんですけども、まあ、1980年ぐらいから、まあ、2年の共同体系で1兆円ぐらいの価値を得たんですけども、まあ、そういったね、お金を、天下り先とかですね、5億ぐらい、そんなことをするような結構感があるんであれば、
民も国民のために仕事をするためにいるんだ。お前らが好きに使っていい金は一円たりともない。全て税金だ。税金泥棒嘘だった金は嘘だ。福島に正しく金は使え。ちゃんと使ってる信があるならもう一度言う。正門から堂々と出てこい。出てこれない間は後ろ暗いってことを言われてるときだったらな。来週はもう来たくないです。ちゃんと状況書いてください。どうもありがとうございました。使い道がちゃんとしてお金だら、まあ、いざ納得して、またこところだったら、やっぱりそういうところだと、そういうことはしっかり考えて、仕事をしていただきたいと思います。久しぶりにこの私の前に、仕事が休みが増えたので、伺いました。状況はやっぱり良くなってないようですけれども、日々いろいろニュースがありますが、この比較的にですね、我々国民のための記事が載ることが多い、政治の江戸新聞日刊ゲンダに、放射能のモニタリングポストに出せる記事が載ったので、知っている方もいるかもしれませんが、ちょっと紹介させていただきます。グリーンピースが、福島で、実施した放射線のモニタリングポストをですね、自分たちで自主的に測り直したということですね。でそうすると国がこの文科省がやってらっしゃることだと思うんですけど、国が公表しているモニタリングポストの数値よりも7割以上の地点でグリーンピースの調査の方が高い数字が出たと。低い方の数字が出たって言ったらこれはね、その国がちゃんとやってるのかなと思うんですけど、高い方の数字ばかり7割以上出たと。で、福島市と飯舘村で行ってですね、で40箇所あるモニタリングポストのうち30箇所の周辺でグリーンピースの方の調査の数字が高かった。中には 4.5 倍高いところがあってですね、モニタリングポストの数値は国が発表しているのは意図的に低く改ざんしているんじゃないかという疑惑がこれどうしても出てくるんですね。なんじゃこれはと。そのこちらで市民が自主的に測って国の公表よりも高い数値が出ているということは、なかなか高いんですよ。ということは、数字をいじっているか、そのモニタリングポストの周辺だけ、これも、疑いがあるんですけども、ここだけ集中的に挑戦して、高い数値が出ないようにした後で測って、でここはこのぐらいの放射線量ですよという発表をしているんじゃないのかと。こうやって公式のデータが信用できないから、国民が自主的に測ったり、この市民団体が測ったりして、やっぱまずいじゃないかと。こうなっていくんですね。でこれ一つ取っても分かるように、文部科学省がこれは、まあ、主に子どもの被爆低減とか、その子ども被爆を子どもを守るための措置をしなくちゃいけないんですけども、逆にこれ大したことないことにすると、そのこのぐらいの線量を浴びてもどうってことないようにするとか、何か福島現地では放射能に負けない子供を育てましょうみたいなキャンペーンやってるらしいですけど、そんな、誰でって、放射能に負けない子供を育てる、誰がねえよ、そんなもん。むちゃくちゃ言わないでくださいね。まあ、福島の現地の工事で大丈夫かなと、できれば安心して住みたいという方々の気持ちを分かるとは言いません、それは傲慢になるから。やっぱりその思いやって押し量るとですね、それはもうやっぱり故郷を失いたくないでしょう。そこにね、住んでなんとかなるもんだと願い、また思いたいことでしょうけども、やっぱりそのもう一定の限度を超えたところ、その線量だけじゃなくて、そこには微量の放射性物質がいっぱい入っててですね、セシウムだけだったらすぐ測れて、まあこのぐらい消えるかもしれませんけども、ストレッチウムとかプルトニウムとかっていうのをほんのちょっとの微量でもやばいのが、呼吸とか指先についたりして体の中に入ってくるわけです。どうしてもそれらは結果どういうことになるかというと、
数字でどんなふうにごまかしても、その後チェルノブイリの後でキエフ、ベラルーシ、ウクライナ、どんなことになったか、ほとんど健康な子供が生まれないっていうんですよ。そんなことにどうしてもなっていくに決まってるんです。これはもう、あの、かえって本当のことを言わないのは残酷になると思います。ごまかすことがですね、気持ちはおしゃかれば人間同士で、ね、それはどこに住みたいですって言われれば、こういうことを言うのは辛い。でももうそこはあまりにも高い放射線量、基準値を超えて、空間線量だけでも放射線回復区域を超えてるようなところってのは、そこはもう少なくとも子供は住んじゃいけないんです。子供だけでも助けましょう。子供だけでも逃がしましょう。ちょっともう自分たちの判断力はありますから、どうしてもそこに住みたいとか、晩年はそこで過ごしたいというのを、そのね、強制するというのは難しいかもしれません。でも子供は助けましょう。その後の世代にこれはどうしても引き継がれていくんです。これは差別とかで言ってるんじゃないです。この社会は人間の範囲しません。東京市も福島市も絶対ではありません。 DNA を二重らせんを切断して、その影響は子孫に及ぶんです。これは、福島いじめなんじゃないかとか、その、差別化の感じでと、福島の方がね、おっしゃるらしいんですけども、そうじゃなくてですね、そういう現実をごまかすことによって、むしろ、子供たちの世代が、あくあく苦しむことになるんだとか、そういう、ごまかしの、このモニタリングポストの話になるような、ごまかしの政策を今やってる、その、一番責任が重いところが、やっぱりこの文部科学省だと思います。心ある官僚の方々は、今自分たちがやっていることが本当に正しいのか、先々自分たちがこの責任を負うことになるんじゃないかと、よくよく考えてください。あの、事故が起こった直後に、その当時の政府が、まあ、こんな、ね、事故なんか経験もちろんないわけだから、最初に方向を大きく間違えて、国民の命を守ることじゃなくて、あんまり大したことないことですよと、パニックを防いで、そんなに、ね、日本はやばいことになってないことにするという方針を取ったがために、あとは全部そちらに引きずられて、放射線量も、子どもたちの被爆も、地域の汚染度も、そんなには大したことない、なんとかなるということにする方針を選んじゃったんですね。今さらその方針を変えることは、自分たちには難しいと思うかもしれませんけれども、官僚の皆さん、文部科学省の皆さん、あなた方がその方針を今からでも転換する方法を、特に市民の田中真紀子文科省大臣、あなた方がやってくださらないと、この後ウクライナやキエフやベラルーシで起こっているのは、大量の子どもの健康被害、先天性疾患、障害、疾病、嫌というほど出てくるんです。今が最後の機会、今この時期に方向を変えないと、後々ああいうことに、もうそれはたくさんの報告、ね、映像、証言出ています。そんなことにこれから福島、おそらくはこの首都圏でもそういうことになっていく。この現実をきちんと評価して、こんなね、モニタリングポスト、政府の数字、これ信用できないんじゃないかという話ですから、もうあと何もかもが信用できないですよ。50ベクレルまで、キログラム50ベクレルまで大丈夫なんじゃないかとか、普通に測ったら20ベクレルでいいわけだから、じゃあ食べても大丈夫だと、そんな信用になれないわけですよ。セシウムだけ測ってりゃいいか、放射性物質はセシウムだけじゃないですね。さまざまな、もっともっと被害の大きい放射性物質が、どうしたってそこで作物を育てたら、出てくるわけです。食べて応援なんて言ってると死にますよ、本当なんです。こういうことを言いたくて言うんじゃありません。その、ね、農業やってる方や酪農やってる方に、もう絶望に突き落としたくて言ってるんじゃないんです。そのこんなことをごまかしたって健康被害出ないんです。そういう現実は本当に、向き合ってなんとか、ね、その取り組んでいくしかないわけです。こんなの国の基準値を測っていたら、もうとんでもないことになると、もう分かっているわけですから、誰も信用しないわけですよ。ここに通行している方々も、その辺で食事を取られるでしょう。僕もしょうがないから食べていますけども、これで無事に済むとは到底思っていません。もしも自分に小さな乳幼児とか赤ちゃんがいたら、もうこの東京には住みません。これはもう、その、
さまざまなことから自分の頭で判断したらそういう回答が出ます。幸いというか、寂しいことに子供はいませんから、ここで頑張ってこういう啓発行動を取っていますけれども、皆さん自身、皆さんの子供たちのことを考えて、もう一度これで大丈夫なのか思い直してください。文科省の方々もその責任はここに毎週毎週我々がお調べで何とかしてくれと言ってるんですから、後から責任逃れをしようと思ったってそうはいきません。計画してたんですから、ね、その方針を今からでも遅くない、大きく転換してください。政治家が転換ならないから官僚が、この際は官僚所でもしょうがないですよ。誰かがやるしかないです。どうかこの現実をまっすぐ見据えてごまかさずに取り組んでください。これが私の願いです。よろしくお願いします。本当に放射能に負けない子供を作ろうなんていうのはね、ミュータントじゃん、作るんですよね。もう本当に竹槍で B25 落とそうみたいな、そんな話ですよ。もうバカバカしくてしょうがないですから、ね、次、スピーチさせたいと思います。先ほどの話ありましたけど、文科省の皆さんがここでですね、いろいろお仕事をして判断することとかですね、単なる企業の事務作業とはちょっと違うと思うんですよね。とりわけこの原発、福島の問題ですね、本当に人の命がかかっているんですけども、我々はですね、放射能の先ほども話ありましたけど、検出地、発表する場所によって違う。何を信用したらいいんでしょうか。そしてですね、簡単なことだと思います。原発はですね、まず、危ないんだからやめましょうっていう話なんですよ。そんだけのこと、活断層がどうだとか40万年がどうとかじゃなくても、危ないんだから原発やめてください。ね、皆さん隠してますけど、普通に動かすだけで被爆して死んでる人がいるそうじゃないですか、原発。それがせいぜいアメリカの圧力でしょ、皆さん原発動かしてるの。そんなもん、あんたらね、国民の命をね、売り飛ばして何やってるんですか。そして先ほども、ここの仲間が言ってましたけど、あなた方は自分たちがやってる仕事、うちなる両親に照らし合わせて一点の迷いもなく正しいことをしてると言えるんでしょうか。あなた方ね、福島にいる人たちもここにいる人たちもみんな同じ人間です。皆さんのね、若い人だったらね、好きな相手と結婚していつか子供ができるでしょう。あるいは今子供がいる人もいると思うんですけども、ここは福島の遠いから、福島のことはさておき我々は大丈夫だよと安心している。ある日皆さんのところに生まれたお子さんが被爆による、ないしは内部被爆による異常を持った時に、皆さんどう思うんでしょうか。今は他人事のように福島を見ているけれども、ここでも同じことが起きるかもしれないんです。福島医大山下純一さんは、我々の目から見たらどう見たって福島で、被爆データの実験をしているようにしか見えません。チェルノブイリが1週間ぐらいで放射能のね、漏れ出しをどうであれ止めましたけれども、福島はまだ放射能がまき散らしてるじゃないですか。傾き一つで会津を越えて新潟の方だと飛んでいくわけでしょ。飛んで何ですか、修学旅行を、推奨、バカじゃないんですか。傾き一つで、ないしはまた何か、ね、重機が落っこったとか言ってるじゃないですか、福島原発の中。なんだよそれで、また一発事故が起きたらとんでもないことになるんだよ。危ないからやめましょうって、そんだけの話ということ、その次に危ない可能性があるから、この辺はちょっと
と人が来ないようにしましょうだと。で、ね、現地の生活があるから福島の人たちは逃げられないし、食べ支えましょうと、農業の人を応援しましょうとかあるけれども、国が一丸となって避難させて疎開させて受け入れる土壌を作ったらいいじゃないですか。残念の通り福島の子供たち、ないしは大人もそう、ないしは福島に旅行に行った人たちが原因不明で倒れて、おそらく放射能の被害だろうということになっても、訴訟を起こしてもどうせ国は認めないよね。今までだってそうやってきたよね。浜岡原発で8年間働いて死んだ若者の責任を取ってませんよね。20年に及ぶ訴訟が本来原発の責任であるということをまだ認めてないですよね。どういうことをこの先も繰り返すんですか。ふざけるな。あなたはそれでも我々と同じ国の人間だと言えるのか。平成道路と我々の前で絶対安全だと言ってほしい。この場に降りてきて言えるなら今のまま政策をしても続けてもいいよ。でも言えないでしょ。人の命をね引き換えにして真実を隠してちょっとばかりいい給料をもらってここで働いてる皆さん、人間としての恥を知ってほしいな。少なくても自分がやってることに一点の迷いや疑問があるんだったら明日でもいいよ、上司や同僚にさ、なんかおかしいと思って話してみてくださいよ。上の人間が言ったからおかしいと思うけどしょうがないからやってんだよねって、あなた方のそういう判断と現実から目を背けるやり方で、もしこの先人が倒れ死んで暮らしを失い、未来を失ってったら、あなた人として枕を高くして寝られるんでしょうか。今すぐね、自分たちが何やってるかっていうのをちゃんと考えて政策を改めていただきたい。田中真紀子さん、先代の田中角栄さんはどうであれ列島改造論ということで、それがまあ賛否両論あるか、日本を大きく変えましたね。あなたもその、子供であるならば本当に起こっていることを改善するために改めて日本を変えていただきたい。アメリカにノーと言ってくださいよ。ここにいる人間は別にあなた方の敵ではない。あなた方が正しい判断と政策を、牽引してくれればみんなできっと平和のこの世界をね、日本を救えると思うんですよ。いつになってもアメリカにノーと言えない。 CIA から金をもらって読売新聞などの日本テレビが散々国民を洗脳するようなメディアを敷いてきて、60年間日本を原子力発電だらけにして被爆する人間を増やし続けて、挙句に2011年3月11日事故が起きて、これだけ国民が怒ってるのにまだそしらぬ顔をするんですか。国民は本当に思ってるんだ。いい加減にしよう。ありがとうございます、本当に、政府行政、このね、1年半以上被災から、1年半以上ね被災地、ありまして、まあ、この1年半以上かけて政府行政が何をやってきたかっていうのは、要するに世界的にね、日本っていう国はね、そういうところが、まあ、そういう大変な災害が起きたときにそういう人たちを見捨てる国なんだってね、世界的に証明したわけですよ。どうにもなんないですね。僕らそれは怒るっていう話であってね、その辺ちょっといろいろ考えてね、まあ、当然の方、また政治という問題もありますけれども、政治家がちょっと
まあ、そういう指示を出していない、またそれは国民がそういうご用意を政治家に届けていないことも大きくあるかもしれませんので、まあ、そういう、いったことを実行している方々もいろいろ考えるので、ね、地元の政治家等にも、まあ、お願い、お願いじゃないですね、いろいろ商品店として提出していくということをしていっていただきたいと思います。スピーチとかすごく苦手なんですけども、ちょっとたまには喋ってみようと思います。私たちは福島の子どもたち、特に子どもたちを避難させてくれという訴えをこの文科省前で行っています。で、避難とかさせろとかっていうと無責任じゃないかっていう人がたまにいるんですけれども、避難する権利をよこせということをここに訴えしています。権利を残せっていうのは、まずはこの文科省が、国が、東電が罪をまず認めて、ちゃんとデータをしっかり出して、その上で残りたい人ももちろんいると思うんですよ。それはやっぱ生まれ育った土地で残りたい人いると思います。それまではそれを無理やり引き離すとかっていう権利は私にもないと思うので、とにかくまず選択肢を欲しいっていうことなんですよ。まずはそうやってデータを隠したりとか、嘘をついて安全だと言ったりとか、そういうことをやめていただきたいんですよね。まずはちゃんとしっかりとしたデータを出して、罪を認めて責任を取るという姿勢をあなた方に示してほしいんですよ。福岡さんからさっきも出てましたけど、あれは始まるのって言った人がいたんですけれども、始まるの始まりに行くんですよ。あなたたちは始まりも行かないで人の金をそうやって横領して、これ普通の会社だったら、横領罪で捕まることなんですよね。そういうことを平気でやってるあなたたちに本当に腹が立ってしょうがないです。であんまり言われて、先日ちょっと福島の方とお話する機会があったんですけれども、その時にちょっとまあちょっと人がいたりあるんですけど、こうやってこういうモルモットとかって福島を避難してるとか差別してるっていう人いますけども、逆にこうやって無関心で歩いていって、無関心なくせに福島さんは変わらないとか、例えば、福島さん変わらない方がいいかもしれないですけど、なんか逆にそういうふうに知りもしないくせに差別をしている人っていうのがすごく多いように感じます。でその知りもしないのにっていうのは自分で調べたりとか素人もしないでテレビで流れてる情報とかだけを見て行動しなかったりとか、別に抗議活動じゃなくても何でもいいですけれども、自分で考えて何をすべきかとか、それが正しいか正しくないかっていうのは、その人それぞれの考えがあると思うんで、どっちが正しいとかっていうのはないとは思うんですけど、とにかく自分で調べたりして行動を、何かしらの行動を起こすっていうことが必要だと思うんですよ。だから私は無関心っていうことが本当にもうなんか事故なかったかのようなふうに普段生活してるとそういう空気流れてますけれども、全然こうやって見てみないふりとかしても状況が良くなるわけではなくて、どん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 悪くなっていく一方なんで、ちゃんと自分で調べて何が自分にできることは何だろうか、他人事じゃないんですよ、本当に。で、さっき聞いたからちょっと違ったけども、で、本当になんかどっちを選ぶかっていうことをまずは選択させてほしいっていうのが私の思っているところです。すいません。予算の話もありましたけれども、そういうところが、全然違う
まあ、仕分けなり判断していただいて、まあ、よろしくお願いします。判断していただきたいと思います。このまま行かれたい。こんばんは、2回目です。ちょっと違う話をします。皆さん、何をどこまで知ってるのか、一つ言います。放射線業務従事者が白血病になったとします。その場合、被曝量がどれだけあったら労災の認定になるか知ってますか。5ミリシーベルト、年間5ミリシーベルト、これは放射線業務従事者が実際に白血病になった場合、5ミリシーベルトだったら白血病になると言ってるわけじゃない。白血病になりました、年間5ミリシーベルトで何年働いたか。だから例えば3年働いて累積15ミリシーベルトでその人が白血病を発病したら、それは労災認定されてるんです。それは日本の基準です。いいですか。危険はあるとか、放射能が安全だとか危険だとか、その話の前に原発事故が起きる前からあった日本の基準、白血病5ミリシーベルト、白血量5ミリシーベルトで検索すればいろいろブログとか出てきます。あれだったら厚生労働省に電話してもいい、文科省に電話してもいい。まあこれは労災ですから厚生労働省の方がはっきり言ってくれると思いますけれども、皆さんそういうこと知らないでしょ。放射線業務従事者というのは放射線を扱う、そういうリスクが分かっている、そしてその仕事にやりがいを感じるなり、報酬に意欲を感じるなり、あるいはそういう仕事しかできない、いろいろな事情があるでしょうけれども、お仕事でやる場合の被曝でも白血病だったら年間5ミリシーベルトなんですよ。それがどうして20ミリシーベルトのところに子供や妊婦やお仕事じゃない人が生活できるんですか。バカじゃないですか。放射線量、放射線は科学の問題です。でも放射線ボンブは、これは政策の問題です。これを2つごっちゃにすると話がごちゃごちゃします。私は5ミリシーベルト浴びたら白血病になるって言ってるんじゃない。放射線業務従事者が白血病になった場合、その被曝量が年間5ミリシーベルトかける働いた年数、それ以上だったら白血病が労災認定される。これが原発事故前から日本の基準だ。それをまず知ってください。私が言ったことを信用しなくていい。ネットで検索するなり、厚生労働省に電話するなり、とにかく自分の頭で考えてください。それからまたちょっと別の話をしましょう。福島県の子どもの甲状腺検査、実は低線量被曝の被害はがんだけではないんだけれど、とりあえず甲状腺検査の話をします。原発事故の当時、福島県の18
下の子どもが全部で36万人いました。このうち検査が第一次検査といって、しこりや嚢胞というのは袋状のものですけれども、これがあるかどうか、あった場合大きさがどうか、それを調べるのを一次検査といいます。一次検査が終わったのは36万人中8万人だけです。残り28万人はまだ検査されていません。8万人がしこりがあるか嚢胞があるか、その大きさはどうか、結果 5.1 ミリ以上のしこり、または 20.1 ミリ以上の嚢胞、これが見つかった子どもたちが二次検査の対象になります。二次検査の対象になったのは425人で、二次検査の対象425人が二次検査全員受けてるかというと、9月の発表の時点では受けてないんです。受けたのが60人。じゃあ受けた60人のうち全員二次検査の結果が分かったか、分かってないんです。発表の時点では結果が分かったのは38人。つまりしこりの大きさが 5.1 ミリ以上か、嚢胞の大きさが 20.1 ミリ以上かという母集団の中ではあるけれども、二次検査の結果が判明した、そういう中では38人中1人が甲状腺がんだったんです。いいですか。今さっき私が言ったけれども、二次検査の対象は425人です。38人中1人を単純に割合で計算したら、425人の検査結果が分かったら10人以上甲状腺がんになっている可能性があるんです。それより少ないかもしれない、多いかもしれない、これは単純計算です。だけれどもそのぐらいになるかもしれないと考えるのは普通のことです。そうでしょ、何人中何人だったんだからこうじゃないか。それともう一つ、甲状腺がんが発見された時に福島県立医大の鈴木教授はこう言った。チェルノブイリの時はがんが発見、甲状腺がんが発見されたのが最低4年だったから、これは福島原発事故の放射能が原因でないと言いました。これは嘘です。チェルノブイリでもすぐ甲状腺がんは発見されています。ただ人数が少なかったということです。そしてチェルノブイリでは4年目5年目あたりから数が急増しました。さて人体実験の話ですけれども、今のことからも人体実験だっていうのはよくわかるんです。いいですか。去年検査したのは3万8000人、今年の検査が4万2000人、合わせて8万人です。っていうことはね、このペースだと1年4万人の計算ですね。さてさっき一番最初私何と言いました。事故の時の18歳以下の子供は36万人いたんですよ。36万人を4万人ずつ検査していったら何年かかるんですか。小学生だってわかる。36÷4、9年だよ。バカか。チェルノブイリでさえ4年目5年目から甲状腺がん急増した、これは事実として分かってる。それからチェルノブイリの場合はだんだん増えていってだんだん減っていった、ピークがある、そういうことが分かった。だから
チェルノブイリの甲状腺がんは放射性要素による甲状腺がんだということが科学者の、まともな科学者の合意になっている。それなのに36万人全員検査するのになんで9年もかかるんですか。結果が出るの、がんになるの待ってるとしか言いようがないでしょう。いいですか。私は福島県がずっと4万人のペースでやるかどうかは分かりません。知りません。調べてません。だからもうちょっと違う風にも考えていきましょう。2年で8万人終わった、残りが28万人、28、これを実質28ですね。だから4万人のペースだったらこれから7年かかる。つまり原発事故から9年かかる。じゃあこの7年が仮に倍のペースだったとしたらどうします。倍のペースだとしても3年半かかるんですよ。ということは原発事故が起きてから4年、5年経って初めて、しかもこれまでのペースを倍で検査したとして、事故後4年も5年も経って初めてしこりがあるか嚢胞があるか、その大きさかどうか、それを検査する子がいるんですよ。ふざけるな。皆さん、ネットの中にはいろんな情報があります。今の福島県の検査結果は甲状腺検査、福島県、そういう言葉で検索すれば福島県がサイト上公開してます。それからもう一つ、今日私その PDF 見て驚いたんですけれども、 5.1 ミリ以上のしこり、または20.1ミリ以上の嚢胞、これはあの新聞にも書いてあります。福島県のサイトにはじゃあ何ミリだったか、これ書いてある。 5.1 で、まあ嚢胞の方はそれほど心配がないと一応言われていますけれども、私はそうじゃないと。ただ医学的なことだからこれはちょっと言っときます。で、5.1 ミリ以上のしこりが二次検査対象なんだけれども、福島県のサイトを見ると25.1 ミリ以上のしこりが去年の調査では5人、今年の調査では9人、そういう情報も書いてある。いいですか。 5.1 以上を二次検査ですよ、そうなってるの。その5倍、人数は5人、今年は9人、少ないからいいっていう問題じゃないでしょう。そうだ、バカですか。しかもですよ、その表は 25.1 ミリ以上と書いてあるから、私それ見て30ミリなのか35ミリなのかわからん。本当にサイトを見て自分の頭で考えてください。これは私自身の反省もあります。表になっていた 5.1 ミリ以上のしこり、 20.1 ミリ以上の嚢胞、それでこうやってメモもなくてスピーチできるようになっちゃった。だけれども、いいですか、嚢胞の方じゃないですよ。嚢胞はもともと 20.1 ミリ以上
上で二次検査です。ねえ、おしこりは 5.1 ミリ以上で二次検査なのか。去年は5人、今年は9人、そしてもともとの人数は増えている。ただ3万8000人の時に5人、4万2000人の時に9人、今こういう異常な状態です。自分の子供に2センチ5ミリのしこりがあって平気でいられる親がいますか。ふざけるな。皆さん自分の問題です。よく考えてください。お願いします。話に影響がないという言葉が、まあ、前も流行ったと思いますけども、話に影響がないというか、結果が目に見えて分かってくるのが将来だけの話であって、放射能の影響っていうのはね、ずっと、まあ、受け続けていくわけですね。それを積算していて、まあ、こういう結果が出ましたなっていうのはね、その時点で直ちに影響が出てるんですよね。そういうことを積み重ねていってそういうことが起こるわけなんで、もうそもそもそういう点をね、みんな考えを改めていただきたいなと、まあ、そういうふうに思います。毎週金曜日が来ると私集会を呼びかけてますんで、ああ来ちゃったなという感じで金曜を迎えています。本当にまた1週間何の変化もなく、むしろ状況は悪くなってんじゃないか、ああまた今週も金曜が来ちゃったなと思って、また自分呼びかけの集会を金曜にやるというのは、もう最近毎週金曜日そんな感じなんですよ。でこれは私が呼びかけているわけじゃないんですが、毎週参加しています。ほぼ毎週ですね。たまに休みます。また水曜が来ちゃったなという感じで非常に気が重い。呼びかけてらっしゃる方はもっと気が重いでしょう。私は子供がいません。結婚もしていません。こうして子供を教え育むことに日本で最も責任ある立場の人たちが何もしないことに関して異常な憤りを感じていたところで、自分ごとには少し遠いところで感じているわけですが、ここを呼びかけてらっしゃる方、そして毎週参加されている方でお子さんもいらっしゃる方、毎週水曜日が来るとさぞかしやりきれない気分でしょう。私もそれを考えた上で、子どもの問題というよりそれを考えると自分も大人の一員ですから、そこに気が重くなります。そして相も変わらず毎週水曜日、目の前通り過ぎる方、通り過ぎる方いらっしゃいます。一言あんな一件があってもまだ一言、そしてでもそれでもまだ足を止めてくれる人も多かった。最近はどうです。世間様見渡して私はいささか悲しい、いささかばかりも悲しい、本当に悲しい。だいぶ世の中何にもないふり、何でもないふりがだいぶ板についてきたようじゃないですか。何かをなかったことにしたからって言ってなくなるわけじゃないんだよ。本当に目を覚ましましょう。本当に目を覚ましましょう。我々はね、もうすでにひどい目に遭わされてるんですよ。この日本列島の上に暮らしてる、この国境線の地下に囲われている我々、私であり、あなたであり、彼であり、彼女であり、みんなですよ。僕にひどい目に遭わされているのは福島の人たちですが、我々ひどい目に遭わされている点ではみんな一緒なんですよ。
我々は本当に生きている人間としてその命を踏みにじられてるんですよ。そこに気づいてください。毎日毎日命を踏みにじられてるんですよ。まずはあんな事故が起きました。本当にいつかああなるだろうということが予測できたんだったらあれですらも許せないことですが、だけど去年の3月11日に福島で原子力発電所、まああれは百歩譲って事故だからしょうがないとしましょう。だけどその後の様子誰もが目にしたでしょう。誰もが目にしたでしょう。もう毎週このことを口を酸っぱくして言わなくちゃいけない。毎週このことを同じことを言って本当に耳にタコならぬ唇にタコはできてしまいそうだけど、一昨年まで原発の事故が起きるまで少なくとも放射能が危ないっていうことだけは常識だったはずでしょう。何を皆さん平気なふりをしてるんですか。ふりっていうのはいつでも嘘なんですよ。ふりをするっていうことは人に対して嘘をついて自分に対して嘘をついてるだけなんですよ。しかし状況は変わらないんだ。一切変わらない。何もないふりで放射性物質が混ざった食べ物、飲み物、これは本当に全て放射性物質がないものがね、検査体制も強化されてぐるぐる回っているから、そんなことないでしょう。ますます状況は悪化するばかりじゃないか。汚染化歴の問題、相も変わらずあの基準値のままでしょ。8000ベクレル、あんなべらぼうな基準値でどこにだって自由に持っていける決まり事は残されたまま、一般ゴミも運び込まれてる、汚染は拡散されてる。我々等しく命をないがしろにされてるんですよ。その上でこのことで沈黙して、そして最初のうちはデマですよ。流されたのはデマです。デマゴーグですよ。危険なものを安全と言いくるめたデマゴーグですよ。デマが拡散されて、デマが意図的に拡散されて、そしてデマゴーグに我々が騙されると分かるや、今度はだんまりですよ。だんまり隠蔽ですよ。本当に何も終わってもいないくせにまだまだ全然危ないくせに、福島第一原子力発電所の事故、どっかニュースメディアでちゃんと毎日刻一刻と移り変わるその状況を伝えてるメディアはあるか。ないでしょう。全くないでしょう。でだんまりを決め込まれたら我々はね、人間というのは最初からバカじゃないんですよ。最初からバカな人間はいないんですよ。自ら選択してバカになるんですよ。自ら目を塞いで耳を塞いで考えることをやめると、みんな人間はバカになるんですよ。バカになるのは人間の選択なんですよ。我々は恐怖から逃れようとするあまり、人々が自ら望んでバカになろうとする様を今見ようとしてる。本当に目を覚まさなくちゃいけない。危険は何にも立ってない。何にも待ってない。その上でここで我々がバカになることを選択すると見るや、多くの人が恐怖に駆られてバカになることを選択しようとしていると見るや、彼らは何をしようとしてます。まだまだ原子力発電所を動かそうと目論見出したでしょ。もっと激しく原子力発電所をまだまだ推進すると公言も始めたでしょ。それだけじゃない、ね、我々が命に
関する問題でもたんまりを決め込んで何もなかったふりに付き合ってくれると見るや、よく落ちるので有名なあの輸送機だかヘリコプターだかわからないものだって堂々とピュンピュンと上空を飛ばし始めたじゃないか。彼らは本当にここで我々が引いたら、ここで我々が引いたらね、我々がガンガン押してた時期を思い出してください。夏は暑かった、あの時期に我々は立ち上がった、多くの人が立ち上がった。でも立ち上がったじゃダメなんですよ。立ち上がり続けて、歩き続けて、叫び続けて、声を上げ続けて、彼らに物を申し続けなくちゃいけないんですよ。ああ反対反対言って気持ちが良かった、さあ家に帰ろうっていう時期じゃまだないですよ。何も終わってない、何も始まってない、何も変わってない。状況は1ミリ1グラムも動くどころかマイナス1グラム、マイナス1ミリずつ悪くなってるんですよ。全ては我々の沈黙が呼び寄せてしまうんですよ。本当に本当に目を覚ましましょう。状況を刻一刻と悪くするのは我々の沈黙です。もちろん我々の沈黙が悪いわけじゃない、彼らがやろうとしていることが悪いんだが、それを許す、それを許す、それを許すのは我々の沈黙なんですよ。もう声を上げることを覚えたでしょう。立ち上がる術も覚えたはずだ。重たい腰を上げてどこへ進んでどこへ声を上げればいいのかも我々はもう分かったはずでしょう。今までネットメディアとかで細々と流されていただけだけど、もうすでに NHK のニュースになってね、人々が立ち上がって声を上げてる様は訴えているんだよ。今更怖い恥ずかしいはなしにしましょう。日本の人々、本当に今沈黙してしまったら、今反対して、ああいいこと言った、いいことを考えた、さあ家に帰ろう、さあベッドに入ろう、さあ寝てしまおう、さあ黙ってしまおう、さあ休みましょう、それじゃダメなんですよ。今ここで黙ったら本当にどん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 命がないがしろにされていく。本当に原発いらない、子供を守れ、もちろん子供は守らなくちゃいけない、でもまずこっから始めましょう。皆さん自分の問題です、人事じゃない、誰かの問題じゃない、原発いらない、自分を守れです。原発いらない、自分を守れ、原発いらない、自分を守れから原発いらないみんなを守れですよ。あ、自分を守ってください、お願いします。Stop it!
もらいます。文部科学省の皆さんがスピーディーのデータを隠すので、こうやって民間の人たちが協力して、福島第一原発の汚染の地図を作りました。それは群馬大学の早川教授が作ったものです。文部科学省の職員の皆さんが無能で不誠実で無能だから、こうやって民間人が立ち上がらないといけないんです。金曜日の計算書前、そしてファミリーエリアで飛ぶように売れました。これがどういうことを意味するか分かりますか？あなたたちが今回ならあなたたちの仕事なのに、みんなあなたたちの言うことを信じていないから、こうやってお金を出して真実を求めているんです。Yeah.
あるいはそこにあるお墓をどかしてそこにいろんなものを作っていてゴミを置き場にしてそういうことをやってきて地方に振る舞うとすると極めてないっていう話を聞いてくるわけ。何か持ち込んだわけですね。負けるな。もうここに石川天下風に作り上げるんだけどこんなに遠くで毎日なんかどうかに行くときは天下が天下が来たら安心とは言えない。
です。ああ、だんだん電気をもらっていい生活をしてきて、今までは送電線でつながったかもしれないけど、今度は福島の人とちゃんとそういった問題意識を共有する形でつながりましょう。あと私のこれ持論なんですけど、ここに集まってる人たちとか意識が高い人たちです。でも意識の高い人たちが100人いて、意識の高い1人が100頑張るよりもあまり意識が高くないかもしれないけど、100人が1心の片隅にそのことを思っていただくことの方が世の中民主主義の社会は変わります。あえてこういう場所で、まあ、毎週暇だとバカにされてるのかもしれないけど、暇じゃないですよ。実際は現在自分で話してますから、そういう中で我々は訴えています。ぜひ日本の皆さん、自分のことで考えて目を覚ましてください。¡Suscríbete al canal!
に騙しがなかったらできるわけないでしょ。あるいはいつまでも使えるとか効率がいいとかクリーンだとか全部嘘だよ。嘘がまかり通る世の中を僕らが平気でそこでまあ生命を謳歌してそれを許してるような社会、それをあなたたちが今もその一翼になって運営している子供たちになんて言うの。自分たちの実践で名乗りを上げてる松本市みたいなところもありますよ。あそこ
といけないんだよ。ネット上でちゃんとニュースでちゃんと情報を流すべきなんだよ。風が吹けばどこの高校が危ない、西へ吹けば西が危ない、ね、風が東へ吹けば東が危ない、ね、海にだって今放射性物ダダ漏れなんだから、これ常識の問題だ。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 何でも言う常識の問題だ。それをやらないあんたたちは非常識なんだよ。その非常識さで、非常識さで命を脅かされてるのが我々だよ。西の方の原子力発電所また動かしましょうっていう時には、ねえ、一国の総理大臣に下駄を預けて、ねえ、後ろに隠れて高を笑いだ。どうも長になっていることだ。お前ら霞が関にいる人間、みんなの非常識さに我々突き合わされて、しかもその非常識さは我々の命を脅かしているんだ。死んだら終わりじゃないぞ。死んだって逃げられないからな。